どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。いや、もう気づいたら10月も終わりになっちゃいましたね。なんかこのままいくとあっという間にっていうか、あっという前に2018年が終わっちゃうんじゃないかなというふうに思いますけども、あなたはいかがお過ごしでしょうか。はい、で今回は、まあ、10月も終わりになりましたということで、皆さん他の YouTuber もやっている10月に買ってよかったもの、この企画をですね、ちょっと僕もパクらせていただいて皆さんにシェアしていきたいなというふうに思います。一応僕はミニマリズムなライフスタイルって言って、必要最低限のものだったり、持っていて気持ちよくなるものだけで囲まれる、そんなライフスタイルを送っているわけなんですけども、なのでこの動画を見てるあなたもなんかこうミニマリズム的なそんなアイテムを期待されてるんじゃないかなっていうふうに思います。なんですけども、ちょっと僕はあくまでもちょっと今回シェアさせてもらうものは別にミニマリズムはちょっと関係ないかもしれません。もちろんあなたの役に立つようなそんな情報をシェアしていくつもりなので、そこは楽しみにしておいてほしいんですけども、ただちょっとミニマリズムなアイテムっていうのはちょっとシェアはできないかなっていうふうに思いますので、そこら辺はご了承ください。はい、ということで、今回も行きましょう。まあ、早速ここに映っているものがあるんですけども、この収納スペースのこの部分です。具体的に言うとこれです。この2つが僕が買ってよかったなって思っているアイテムです。収納バスケット SS ということで、幅が26センチ、奥行きが19センチ、高さが12センチのものです。でこちらは高さが20センチ、横幅が30センチ、奥行きが20センチの収納のやつです。ちなみにこれは声優で買いました。でこれがない時っていうのはこんな感じでした。一応これ全部必要なものではあるんですけども、見てくれがごちゃっとしていてすっきりしていませんでした。なので今回これを買いました。でこれうまい具合にぴったり2つ入ってくれます。なので左と右でセパレートできます。そうするとこんな感じで分けることができます。まあ一応僕の場合は左が美容関係というか医療関係みたいになってて、右が DIY だったり工具関係になってます。であとはしまうだけでこんな感じでスッキリ空間が保ってます。まあこれはすでにやっている人からしたら、いやいやショッピング当たり前だからっていうふうにツッコミが飛んでくるんじゃないかなというふうに思います。なんですけど、僕はこれをすることによってこう整理整頓するプレッシャーっていうんですか、なんかパッと見た時になんかごちゃごちゃしてるなって思ったりとか、そういったものをプレッシャーとか変なごちゃごちゃした考えをしなくなったので、やりたいことに集中できるようになりました。なのでこの動画を見てるあなたがなんか部屋がちょっとごちゃごちゃしてるな、なんか少ないんだけどごちゃごちゃしてる感じがするって思った場合は、こんな感じでぶっ込みスペースっていうものを作ってみてはいかがでしょうか。2つ目の買ってよかったものはもう先ほどからチラチラ見えてますけども、この緑色のカーテンです。でこのカーテン何がいいのかっていうのをちょっと信じなくてもいい話っていうことでちょっと聞いてもらえたら嬉しいんですけども、僕これこの緑のカーテンにする前っていうのは黒いカーテンに変えたんです。まあ黒の前はちょっとネズミ色のやつだったんですけど、それがちょっと汚れてきてしまったので黒いカーテンに1回変えてます。でそしたらまあいろんなことが調子悪くなってきまして、特にお金目、これがですね結構不調だったんですよ。そうでまあいろいろ、まあこう僕のスピリチュアルなメンターにちょっとお話を聞いたら、ちょっとカーテンを黒だとまずいんじゃないっていうふうに言われて、この緑に変えました。というかもう僕がパッと見て、あこれいいなっていう、その見るだけでワクワクするようなカーテンにこれ変えたわけです。そしたら出しやすい証拠としてはチャンネル登録者数の伸びっていうのが、黒いカーテンの時はこれだったんですけど、変えた直後あたりからこういう感じに変化しまして、そう僕もあこうやって数字でマジで出ちゃうんだなと思ってびっくりしました。そうでは本当にこれスピリチュアルな話、全然信じられない人もいると思うんで、信じられない人は全く信じなくてもいい話なんですけども、僕はちょいちょいですねこういったスピリチュアルなことを取り入れて本当に良くなった経験とかっていうのも、まあ、実感しているわけなので、これは本当に買ってよかったなということでシェアをさせてもらいます。3つ目ですね、ちょっとミニマリズムなお話になると思います。まあ早速見えているこの白いシャツです。これ本当に買ってよかったなって思います。これ何かっていうと、こちらにある ZOZO スーツ、これを着てアプリで自分の体を数値化して ZOZO タウンのアプリを通じて注文するやつなんですけども、自分の体に合ったサイズなんですよ。なのでもう
正直僕シャツとかに関してはもう ZOZO でいいやっていう、これからもずっと ZOZO でいいやっていう感じがしてます。しかもこういったもう本当に簡単なシャツであればもう在庫がたくさんあるみたいです。なので僕これ注文してからだいたいもう3日で到着します。なので本当に早いです。っていうのと生地がものすごい厚いです。なので、まあ、見てくれからは信じられないぐらい、びっくりするぐらい風通しが悪いです。全然風通さないです。なので最近今この10月だってちょっと涼しくなってきました。なのでそういった時にこれを着るとなんかそんな寒く感じないんですよ。保温性抜群っていうそういう感じがするので、この時期になってるとこのシャツ1枚で十分僕はいろいろ活動できるなっていう感じがするので、これは本当に買ってよかったなって思います。で次にシェアさせてもらうものっていうのは、まあ、ものなんですけど食品です。でこれもう知ってる人からしたらなんだって感じだと思うんですけど、それはこの甘酒です。甘酒、前の動画で僕が鹿島神社に行きましたっていう動画をシェアさせてもらいました。その時にアメリカから来ている僕のメンターであるケンジさんからですね、この米麹じゃなくて甘酒は飲む点滴だよっていう風に言われて、かなりおすすめをしてもらいました。でへーと思って、で僕もこうスーパーで近くのスーパーで買ったものがたまたまこれだったので、これちょっと飲んでみたんですけど、美味しいですね。甘酒って僕の想像してる甘酒ってアルコール分が強くて、うわなんか独特っていう感じがするんですけど、これの場合はアルコールゼロって書いてあるのでほんのり甘くて美味しい。しかも飲む点滴、まあ、具体的にどういう栄養があるのかちょっと勉強不足ないわからないんですけども、飲む点滴っていうことで、飲んだ後に20分後ぐらいからもうすごく快便というか、もう腸がぐるぐるしてるのがわかるんですよ。でもう思いっきり快便っていう、そういうのをもう早速経験させてもらったので、この食品は買ってよかったなと思います。なのでこれからちょっと僕は甘酒ファンということでしばらく飲み続けてみたいなと思います。はい、ということで3つプラス1個紹介させてもらいました。で本当はこういったものも紹介させてもらいたかったんです。でこれ何かっていうと、バイクの空気入れなんですけど、こんなちっちゃいのにちゃんと空気が入ってくれるっていう、もうこれ1個あればいいよ、コンパクトだし入るよっていうミニマリズムのアイテムがあるんですけど、これは9月に買ったものなので、そう10月買ったものではないので、これはちょっと省かせてもらいました。10月はいろいろものを買ったと思います。まあ買ったというか、例えばこういったモニターは勉強さんからもらって、そのモニターに取り付けるアームとその下にあるテーブル、あとこの下にある、ベッド、こういったものは買ったんですけど、なんか買ってよかったというよりかは必要だから本当に買ったっていう、冷静に買ったっていう、もちろんこういった買ったものに関しては気持ちいい、見てて気持ちいいから買うっていう、そういったものはあるんですけど、それよりも買ってよかったなって思うものが今回3つプラス食品1個ありましたので、それを簡単にシェアさせてもらいました。やってよかったものっていうのもまあいろいろありまして、まあというかこれはずっと前から言ってるんですけど、やってよかったものに関しては断捨離、そしてメントレ、これは本当にやってよかったなって今でも言いますので、ぜひ気になる方は断捨離の過去の動画だったり、メントレ、メルマガっていう順番にシェアしているものがありますので、ぜひそちらチェックしてみてください。はい、ということで、今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。